あさり弁当ですね。ご飯に、炊き込みご飯にあさりがしっかり入っていて、レンコンや、これオクラかな、なんだろう、天ぷらなどが入ってます。美味しそう。で、唐揚げもあって、まだこれはね、いっぺんに開けて虫が入っちゃうと大変なんで。さて、これから実食いたします。これ絵的にね、あまり綺麗じゃないんですけど、今食べてる途中で、アサリがね結構しっかり入ってて、ただ小ぶりかな、結構小ぶりかもしれない、時期にもよるんでしょうね。で、レンコン、さつまいもで、さっき食べたのがインゲンの天ぷら。ちょっとね、これなんでね漬物が散らばってるかっていうと、一回ね、電車の養老渓谷のね、電車に乗るときに、電車っていうか車両か、ちょっとバーンってぶつけてしまいまして、弁当の袋を。で、それで酔っちゃったっていうね。はい、これからサクサク食べて、むしゃむしゃ食べて、お腹減ってるんで。で、先ほどの配店舗だと思うんだけどね、配屋、撮影してみたいと思います。ではでは。はい、撮影を再開します。いやー、食べた。美味しかった。唐揚げはちょっと余計だったかな。いや、美味しかったのよ。めちゃくちゃ美味しくて、美味しかったので、買って正解だったんだけど、ちょっと量的にね、お腹いっぱい。ちょっと、食いすぎになっちゃうな、これ。ということで、これから、そこ行ってみたいと思いますが、そこはもう木が植わっててね、ちょっと入れないんで、こっから買っちゃいましょう。これやばいな。これ今人がね来てないんで、あれなんだけど。よいしょ。うわ、膝折れちた。よいしょ。こんななってるね。あれでも家っぽいな、なんか。家っぽい作りではあるけど、普通の一軒家という規模ではないんで、お店かなんかだったと思うんだよね。お店というか、なんだろうね。ドアの3階。もうこれは、もうこういう状態になって、だいぶ経ってるんでしょう。今3月の中頃で、まだひんやりしてる時期なんで、これね、もうちょっと暑くなると、ここら辺、なんか変な虫とか蛇が出てきそうなんで、撮影のタイミングとしては、これが、おっと、雲の巣、スレスレのタイミングかなという気はします。あ、なにこれ。テレビ。うわ、これはレトロだね。どこのメーカーのだこれ。ちょっとわかんない。このね、テレビのボディがね、木製だね。木だよねこれね。うわ、相当古いよこれ。じゃあ家だったのかな、やっぱ。これ砂壁だもんね、これね。砂壁だ。いやいやいや、さっきね、来る時にさ、養老渓谷の駅から、お姉さん、見客のお姉さんと、割とね高齢のお二人連れ、女性、おばあさんがいるっつったんだけど、おばあさんたちがね、今ね、養老渓谷の高文堂の方に行ったのよ。なので、戻ってくるまでの間に撮影済ませちゃいたいんだけど、ちょっとそっち行ってみようかな。よいしょ。うわ、これ変なところで引っ掛けたくないな。うわ、これすごいね。
これ家だな、一軒家だね多分。でさ、今そこ、そっち側からこう入ってきてこう回ってきたんだけど、こっちにね道があるのよ、なんか。で俺これはね行く勇気がないんでやめとくけど、ちょっと触りのところだけ行ってみる。これ多分道、いやでもやめとこう、すっげえぐっちょぐちょだから。ほら上が瓦屋根だもんね。家だったんだ。じゃあここはなんかお手洗いかなんか。ここ水洗じゃなかったんだろうな。ほら、あ、なんだろうかこれ、ちょっと待って。そう、こういう時こそのねライトだったんだよ。なんで持ってこなかったのかな。顔を入れて確認してみよう。あ、ボットンだ、ボットン便所、ボットン便所だ。これは勝手口なのかな、反対側から。あ、おばあさんの話し声が聞こえてきた。ちょっと通り過ぎるまで待とう。いやそこの道気になるな。これもっと真冬だったら行ってたかもしんない。真冬でさ、乾燥してる時期で、まあ、乾燥してる時期でもうここら辺はもう山だからね、多少やっぱで、ああいうほら水のね、水辺というかそういうところなんで、絶えずねここ湿ってるはずなんだよね。うん、ちょっと行く勇気はないけど、次回冬場に来たら行ってみようかな。うん、いやおばあさん早く行ってくんねえかな。わ、これ危なかった。縄文に引っ掛けてたら一巻の終わりだよ。ジーンズなんかあっという間だよ。ああ、ちょっと待ってね。いや、このテレビはいいよね。うん、ノスタルジーを感じる。今おばあさんが通り過ぎた。じゃあ行きますか。じゃあレトロなテレビさようなら。よいしょ、大丈夫かな。行きましょうか。もうちょっとタイミングそらす。どうやって降りたんだっけ、ここからか。よいしょ、よし、ここからだいぶ降らせ。ふう、そうね、ここに関してはあのお店とかじゃなくて、あの一軒家だね、普通の。ここで暮らしてたんだね。テレビがあったってことは電気が通ってたってことだよね。あの、あんな木製のテレビではあるけど、ブラウン管のね、テレビなんで。うん。でも、ここで暮らしてたとしたら最高じゃん。ロケーションはね。まあ、いろいろ不便なことあっただろうけど。はい。以上、養老渓谷、港文堂近くの、なんて言うんだろう、廃墟。
一戸建て廃墟からお送りいたしました。先ほどね、ここに来る前、一つ前の、もう、あれはね、お店かなんかだったと思うんだけど、お土産屋さんとか、そちらは、後ほど、撮影します。ちょっとね、順序的にね、先に公文堂に行ってから、そこは撮りたいと思います。配信的にはね、ここと、あと、その、廃店舗、立て続けにアップすると思うんだけど、まあ、以上そんな感じです。ではでは、目がかゆい。